こんにちは、クリッカーなつねこです。6月23日富士スピードウェイで開催された BMW モータースポーツフェスティバル2019の会場において、 BMW はハイパフォーマンスモデル新型 X3M、X4M の国内導入を発表しました。6月23日から受注を開始し、9月以降に順次納車となります。 BMW では X3 のことをスポーツアクティビティビークル、X4 のことをスポーツアクティビティクーペと呼びます。 X3 と X4 はミドルクラスの SAV、SAC にカテゴライズされますが、そこで初の M モデルとなるのが新型 BMW X3M と X4M です。エンジンは新開発の直列6気筒 M ツインパワーターボエンジンを搭載しています。通常モデルで最高出力480馬力、高性能モデルのコンペティションではプラス30馬力の510馬力を発揮。それに8速オートマチックトランスミッションやインテリジェント4輪駆動システム BMW MX ドライブ、アクティブ M ディファレンシャルを組み合わせることにより、サーキットでのアグレッシブなドライビングにも対応するハイパフォーマンスな走行性能を実現しています。コンペティションモデルの時速0から100キロ加速はなんと 4.1 秒という瞬速ぶりです。今回展示されていたのはコンペティションモデルです。 M モデルを象徴するダブルバーを採用したキドニーグリルやホイールはブラックとなっています。エクステリアミラーは空力性能を向上させるダブルリッチデザインを採用しています。4本の直径100ミリのブラック仕様テールパイプを備えた M スポーツエキゾーストシステムもコンペティションモデルならではの装備です。また内装も M マルチファンクションシートを標準装備、高いホールド性能だけでなくイルミネーション付きの M エンブレムが施されたヘッドレストなどで標準モデルから差別化されています。ユニークなのが直列6気筒エンジンに採用された新技術、シリンダーヘッドのヘッドコアの成形型に 3D プリント技術が初採用されているのです。従来の金属加工技術では困難だった複雑な形状成形が可能となったおかげで、さらなる軽量化を実現しただけでなく、クーラントダクトを自由に配置することができるようになり、より効率的に温度管理ができるようになったそうです。